エリゼウディアンジェロ・ビスコンティは、イタリア出身のブラジル人画家、漫画家、教育者。彼はブラジルにおける数少ない印象派の画家で、同国における、アール・ヌーボーの創始者であると考えられている。イタリア南部のジフォーニバッテ・ピアーナで生まれ、8歳になった1873年に、姉とブラジルに移住した。工芸学校に入学し、メーデレ,レス、アモエド、 ベルナルデリラに学んだ。1892年にヨーロッパへの留学奨学金を受け、フランスの国立高等美術学校やアカデミー・ジュリアンで学び、国立高等装飾美術学校でウジェーヌ・グラッセに指導を受けた。印象派の画家たちの作品から影響を受けた。パリの展覧会に出展し、1900年のパリ・万国博覧会の展覧会では銀賞を受賞した。 ブラジルに帰国し、リオデジャネイロやサンパウロで展覧会を開いた後、再びヨーロッパに渡り1905年のサロンドパリに出展した。国立美術学校に改名されたリオデジャネイロの美術学校の教授に1906年に選ばれ、翌年ブラジルに戻り教授に就任し、1913年までその仕事を続けた。1900年頃から印象派のスタイルで作品を 描いた。ありがとうございます。